我らが阪神タイガースがシーズン途中に助っ人外国人を獲得したような2019年にも似たようにシーズン途中に助っ人を獲得している。その助っ人の名はソラーテ。今回は途中加入したその助っ人外国人が一体どうなったのか見てみようと思う。お、出てきたな。ソラーテ、阪神と契約締結。阪神タイガースはヤン・ハービス・ソラーテ選手と選手契約を締結したと発表しました。うおー、メジャー通算75本塁打のパンチ力のある打撃と複数ポジションをこなすユーティリティ性が強みの両打ち外人。うおー、戦力補強ということでファンはお祭り騒ぎだ。バースのサイ・ライアン、四つ目見てみ、めっちゃいいぞこれ。うおー、これは VC 社やね。プロ野球に前年度から過去5年、2桁本塁打のメジャーリーガーが来るのは史上初。これ以上の選手はなかなかいないというレベル。直近5年、10本、14本、15本、18本、17本。メジャーでこれはすごいやろ。こんなん今までおったか。シーズン途中の助っ人補強ではあるが、前評判はかなりいい感じだ。どこ守るんや。2、3、ゆ、外。使い勝手良さそう。ショートソラーテ爆誕。外国人ショートとかクッソワクワクするな。ぜひやってほしいわ。ウェルカムソラーテ、阪神で頑張ってくれ。ようこそソラーテ。阪神の新外国人ソラーテの MLB 成績。トン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 。トン。はい、ロサリオ。ロサリオの方がすごい。心のロサリオをどれだけ我慢できるかが成功の鍵。マルテは心のロサリオを抑えることができるからな。ゲット獲得時には必ずロサリオの名前が出てくるな。何なんだろうな。あと、心のロサリオって何だ。阪神ソラーテが入団会見。ニックネームはセクシータイム。セクシータイム、来たー。なんじゃそのニックネーム。出たばね。デイリー、セクシータイム、快音連発。セクシーベースボールの申し子。いきなり大きいの飛ばしてきたな。もう入団会見からネタ感満載やんけ。関西の笑いは違うな。なんか楽しそうだな。そしてソラーテは入団して数日後に衝撃的な活躍をすることになる。それは7月30日の中日との試合のことだ。阪神ソラーテ第2号逆転ツーランホームラン。阪神球団通算8000号ホームラン。来たー来たー、最高や。来た来た来たー、セクシータイム、ええの取ったわ。おー、阪神ソラーテ逆転サヨナラツーランホームラン。来たー、ファー、神ソラーテ来た来たー、さよなら。なんやこの神外人、これはバース。こいつガチメジャーリーガーやんけ。ソラーテ、かっこ神、あなたは神か。神、神々、神々、神を見つけた。ソラーテは神。あまりにもド派手な活躍で阪神ファンの心をわしづかみにするソラーテであった。しかし1週間もするとメッキが剥がれてくる。ソラーテ打率2割0分0厘、3ホームラン、6打点、5エラー。これどうすんだよ。だからこの時期に来る外国人野手はあかんと。あれほど守備はとにかくあかんけど、それが阪神のカラーやから。エラー5ってマジ。どこでも守れる代償にエラーが多いだけやぞ。ショートの守備見たらしびるで。マジで少年野球レベル。打てなくなってきて、もともと悪かった守備にファンが我慢できなくなっている感じか。ハレンチな守備。ハレンチタイム。エラーだけで守備を語るな。ソラーテの守備範囲の狭さ見たら驚くぞ。さすがのワードセンスだ。セクシーとかいう謎の評価好き。セクシーかはタイム時。わら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 。ちょっとよくわからないな。そしてさらに2週間後。ソラーテ、打率1割9分7厘、4ホームラン、9打点、OPS、7割1分0厘。セクシー、かっこわら。普通に調整不足だろ。だから上げてすぐは活躍したけどすぐ失速した。俺の予想通り。
最初の数試合で終わった感。なーにがセクシータイムだよ。ひいき目に言うと、セクシーロサリオ。守備が普通であれば打てなくても我慢できるけどな。1割だから薬してなさそうでポジ出るという意味不明な状況。もはやネガティブな意見ばかりだ。こういう性格のいい外国人拾ってきては打てないから捨てるのやめてくれ。見てて切なくなるだろうが。8月打率1割5分くり1本の神様ソラーテを信じろ。何年バースの最大させてんだよ。若けりゃある程度許せたんやけども。即死タイム。守備についただけで阪神ファン大歓声とかやったのに、もういらん扱いなんか。もうダメか。そしてソラーテは入団してからわずか20試合に出場しただけで2軍落ちとなった。月日が経ち、秋口となった9月、ついにソラーテが1軍の試合に呼ばれることになる。しかしそこにはあの事件が待っていた。阪神ソラーテ、モチベーションが上がらず、批判。速報、一度一軍に合流したソラーテ選手ですが、モチベーションが上がらないという理由で再び批判しました。草、石。どういうことや？これがあの有名な、ソラーテ一軍昇格拒否事件である。どういうことやねん。骨あげるの待ってくれって断れや。あ、ガガイのガイ。これはセクシー。神のお告げかな？地獄。ファンはとにかく困惑している様子だ。お笑い終わりやね。草、そのまま帰国しそう。心が上のソラーテ。うまいこと言わんでええねん。さすがお笑い球団やな。モチベが上がらないならしゃあない。ワイも魂がやる気になるの待ち続けて10年経過した。これはノンセクシー。神のお告げ再び。また阪神に伝説が生まれてしまった。メタ外国人にこと書かないのはさすがは阪神タイガースだ。ソラーテ解雇。わら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 。阪神 V デイリー。ソラーテ近日中にも解雇へ。職場放棄に谷本本部長。許したらチーム成り立たない。ユウは何しに日本へ。一軍拒否ってなんぞ。呼ばれたら喜ぶもんちゃうんか。スタメンじゃないことに切れたとか報道であったで。やはりクビとなったか。セクシー解雇。セクシーすぎたか。セクシータイムリーエラー。地獄。メジャーリーガーのプライドが高かったんやろ。日本舐めてると思うわ。グリーンウェルに次ぐレジェンド級やな。かわいそうなとこもあるっちゃあるけど。まあどういう事情があっても造反はクビになるやろな。セクシータイムオーバー。その後残念ながらソラーテは帰国。二度と日本に戻ってくることはなかった。いやーしかし本場のお笑いというものを見せつけてくれるぜ阪神は。それではさようなら。